会場へお越しの皆様、こんにちは。こんにちは。我々京都よりやってまいりました、京都チームサララと申します。これからお送りします演舞は、全踊り子一同全身全霊で踊らせていただきます。ご声援よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではサララ参ります。はっ、その日、火の鳥は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。では羽も満足に広げられない。さあ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 、外の世界を知りたい、自由になりたい。ただその思いを胸に、一羽の火の鳥はいざ外の世界へ。はっさっそや、初めて見る世界に火の鳥は心を躍らせる。やった！発生！しかし火の鳥は気づく、一人では何もできないということを。安全、約束された未来、自分がどれだけ恵まれた環境にいたかを知った火の鳥は、心の闇へと飲み込まれる。勝てない、まだ忘れたくない胸の熱さを、死に物狂いで未来を変えてやれ。決められた運命に抗ってこそ真の自由なのだから。それをそれが罪や。赤き翼でもう一度、魔導を捉え。
け主人公に身を変えて